そんな何本もねえんだよ、みかんが。送るまま買えよ。800円でそんな送れるわけねえだろ。考えたらわかんだろ。有田みかん買ったことねえのか。1箱5000円とかすんだぞ、これ、向こうで買うと。そうなの。有田みかんね。でもこっちで買うと安いですね。まあ有田みかんで関東で買うと4,000円しますね。ちょっと3人分まとめて電子で買ったんです。じゃあみかん借りに行こうか。はい、それでは案内します。はい、ちょっと、坂道登りますけど。あ、はい、大丈夫です。僕登れますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。俺の財布持てる、入れれるんないか。ないっす。どうで俺も入んねえな。こうやって持ってくか。お前俺の財布持ち歩け。なくすなよ。あんまりそれ持ちたくないな。怖いな、なんか。車置いてきます。置いてくか、車は。まあいいよ、お前しか責任ねえから。持ってきゃ大事だよ。もうまさか、ここは。これは噂の奥の細道やわ。そうだろう。これ奥の細道、奥の細道だよ。おい、ふかし。え？開いて。おい、行け。ふかし。タバコ落とした。え？行け。みかん農家さん、足腰強そうですね。そうですね、こういうとこ。もう疲れたわ、俺。どこまで行くんや、これ。なんだこれ、門があるわ。イノシシ出るんですか。あれも全部みかん畑ですか。そうです。山肌に。吐いて。タバコやめるか。どこにみかんあんだ、これか。おちょっと合格品を1個これがみかん、みかん。なんで黄色いんやろ。なんでこのみかんでこんな黄色っぽいんですか。これから色濃く、そう、これからまあ初めは青いんですけど、緑なんですけど、だんだん気温が下がってくると、まあ熟してきて、はい、でだんだん皮もあのだんだん、ま、これまだ黄色いんですけど、ゆくゆくだんだん オレンジ。あ、そうなんだ。向こうで店で売ってるのはオレンジですもんね。そうですね。ちょっと早いってことか。まあ、こういう感じで、ブレンでこういうのに
ていただいて食べていただきます。切るんですね。はいはい。でここにハサミあります。はい。で食べた皮は、はい、あのこちらの方このバケツ入れて、はい、またお店の方まで持ち帰っていただきたいんです。はい。まあこれ食べて。あこれでパンチ。じゃあ一個ちょっと、はい、まああの味見していいですか。好きなようにあの、はい、あのあっちこっちのあれグレープフルーツですか。お父さんが選んだやつ。いや大きいやつも取って大事なんですか。全部あの同じ早生みかんなんですけど、はい、やっぱり木によってあの早く赤くなったりっていうのはあるんです、うん、でっかいなあれ。大きいのもいいんですか。取っても大丈夫ですけど。なんだこれ。これうんこじゃねえか。色が来てないんで、はい、よく仕切ってないんで。いい色のやつあったんですよ、うん、あどこやったらいい。これ普通のあのあれですか YouTube なんかとかインターネットやつ、はい、これはすごいわ。野生のうんこだったな今のな。おうんこ2個目だな。近いなこれ。今朝方だなこれ。今朝方。ああちょっと待て待て。丸いなうんこが。ああらら。なんだ何のうんこだこれ。猫とか犬じゃねえな。うんこうんこをすげえ見つけちゃうんだけど、なんでだ。なんでだ。何かがいるなこの辺に。しかもこれ多分今日のうんこだな。今日のうんこ。今朝方のうんこだね。うわでっけでっけでっけ。みかんでっけ。ここにいっぱいあるよ。こっちのみかんの方も危ない危ない危ない。うんこだらけだ。足元見ろよ注意って。うんこだらけだわ。花火サンキュー。うんこだらけだな。それも凄まじい数のうんこだ。みかんどうする。これあっちのみかんの方うまそうだな。わああのみかん色が濃いわ。うまそうじゃねえかこれ。ねえ牡蠣みてえな色してんな。ちょっとあっち行こうか。ここうんこうんこ。でっけえな多分ね。うわこれとかいい色してんね。なんだこれ出てる。これなんだ。クリトリスみたいなのあるんだけど硬いこれな。あ硬い。真っ黄色なの食いたいな。うわこことかはでっかいで。これいやみかんそんなに取らんくていいかなって俺。あ、だけど本当だ。これ出てんのと出てないのあるわ。これ、むしろか。あ、ちょっと緑だな。
ちょっと緑だけど、いい型のみかんじゃねえかこれ。これ出てるしな。ちょっとこれいこうか。でっけえなこれ。グレープフルーツぐらいあるぞ。食べる分だけなの。わ、カメムシくせえぞ。わ、なんか雲捕食してるわ。当たり前だろ。何当たり前だよ。いちご狩り行って持って帰れるか。無理だろ。なんだよ。業者。うわ。ピンとあっただろう。すげえな。カメムシじゃねえ、うんこだよこれ。子供ですよ。ゴミを。ありがとうございます。なわけねえだろよ。捕食されてるわ。じゃあみんなこれ食べてください。僕が一生懸命摘んだみかんを。おい。自分で食えよ。俺持ってきたぞ。俺もでかいの食ったよもうさっき。あ、そこに椅子あるじゃん。ちょっとこれ座れる椅子か。ちょっと深しこれ手で綺麗にしろ。さっき座ったから大事だよ俺が。大丈夫か、うん、こっちの方が綺麗ですよ。あ、この石の方がいいか。あ、これか。ちょっと食ってみようかみんなで俺たちのみかん。いいなこの目の前の。あれすどんつきだすかい。なんだ。あ、ちょっと待ってくれ。ベンダン緑色、なんだあれ。え、あれ子供じゃないですか。まだちっちゃいですよ。あれがみかんの子供。あれがみかんになるんじゃないですか、うん、初めて見たわ。食えんのかちっちゃいやつ。 SS だね。じゃあちょっと剥いてみるわ。あ、すげえ。みかんってどうやって剥くの。まず半分に。どうやって。半分に割る。指突っ込むんだよ、指で半分に割る。そっから剥く。あ、来た。そう、有田みかんです。有田みかん、有田みかん。大きいね。いただきます。ちょっと行ってみようか。種類が違うんだよ。ちっこいの甘いわ。うん、うまい。でっかいのどうだった。ちょっと酸味があったね。甘っ。ちょっと行ってみるわ俺も。あのね、甘いだけじゃなくてみかんのね、いただきます。うまい。味もしっかりとねしてね。そういえば今日朝出ましたね。安いみかんと違うわこのサイズのみかん。あ、甘いな。普段さ安いみかんしか食わねえから、うん、1箱2000円ぐらいの。ずいぶんでっけえなこれ。甘えな。これ多分下の方が甘えな。 NG ワードで来てるぞお前。え、別に NG で書かんでもいいよ。ふかしいも少し動いたら鼻息がすごくてって。ふかしい枠は雑音がすごいって。やかましいわこれね。あ、やるわ。え、俺が もらいました、ね、あ、そうなの。俺が一生懸命これもやるわ。もうみかんいいわ俺。え、みかん食わねえのあんま。呼ぶわ。ああ、ハッピーハロウィンありがとう。お母さんに。あ、ちょっと一個ちょうだい。いや、一個でいいんだよ。一個でいいの。甘い。そうだろ。昔お母さんに言われたから、あんま食べると黄色くなるって。手がね、うん、鼻息すごい。ちっちゃいのいきましょう。ちっちゃい甘いよ。ん、あ、だけどこっちよりこっちの方が甘いんじゃねえ。そう。それで一個やってくれ兄弟。お、何やってんのお前。食って虫って。お前の兄弟にやれ。なんか身が出てんの、うん、うん、でけえから発作みたくなってる。うまみかんもういいな俺俺もいいかな。下手の方から、うん、え、まだ刈るか。みかん好きなんだな。好きだけど もういいかな俺も。いや、みかん刈るところが見れたからいいじゃねえかよ。ほら、中ちゃんの刈るとこ見せてやるよ。中山買ってやってくれ。いきます。はい、入りました。はい、入りましたうまいよこれ。曜日何個食べた。3粒。あ、3個も食ったの。でも3粒ね。3粒これ開けた後の3粒。誰か大阪のおかんや。あ、蚊がいる。まだ蚊がいるぞ。ここ
蚊がいるわ。うん、もういいよ。場所の場所によって味が全然違うな。こんなみかんいっぱい借りたいなと思わないもんね。うん、今みかん買って送るか。じゃあ俺も送るかい。蚊がいっぱいいる。蚊いるわ。戻るか。すごい汗。これ4個目か。これ4個。そう、みかん狩りがしたかっただけ。みかんはこのようになってます。食べ放題。暑いっすよねこっち。うん、ポカポカしてる。 今日陰だけど。どこに送るのって。すごい太った。いや我が家にはいらないからな。ママの実家でいいんじゃない。無理だよ、もうお腹いっぱいだわ。みかんは、うん、ファニーの兄貴にみかん買ってく。ファニーさんいつでも買えるんだろ。あいつんちのなんか横になんかみかんとかなってなかった。なんだったらみかん育った なってたよな。家の隣でそれもぎ取ってあって食ってたよな。ヨーベの実家にも送ってあげなって。みかんこの後飯食えなくなっちゃうんだよ、あんまみかん食うと。これは食べるようだから。今800円ですよ。安いよね。なんか蚊に刺された気すんな。かいいな。800円でみかん狩りはできます。皆さんこれが有名な有田みかんです。よかったよ、リスナーさんとみかん狩りできて。うん、上にもありできた。でも本当になってないな。今年少ないっつってるけど。何個食べたら元取れる？ 13個だって。1キロぐらい食ったらいいんじゃない？安いよね。1キロぐらい。ちょっと青いの1個持って帰って車にずっと置いててみるか。熟してくるやろ。熟さないか。これがみかん。こういう感じになってんだって。すごいね、みかんって。俺でも農家できそうだな。なんだこれ。あ？なんか金魚の餌みてえな、あんな。これなんだこれ。金魚の餌みたいな。あれ、山さ、パンチパーマみてえになってんじゃん。あれ、みかんらしいよ、全部。え、あのモコモコってしてんの？うん、パンチパーマみてになってんじゃん、山が。みかんだって全部。へぇ、このへこんでる部分。うん、あの 木があるじゃん、いっぱいブワーって。ああ。剥げてるとこだから。ああ。あれみかん、みかんの木だって。これ全部みかんだって。うん、みかんだらけやん。みかんで生計立ててるんか。そこもよ。みかん。すげえな。斜面にね。すごいわ。え、そうなの？あげん。なんで？こういう配信だよ。出したかったのは。すげえわ、みかん。ああ、上。うん？上すげえぞ、ここより。何ある？あ？こっちの方がすげえな。長山、こっち来い。こう横や、横、こうや、こう、このまままっすぐだよ。うん、うんこじゃねえかよ。うんこじゃねえかよ。うんこだよ。うんこだらけじゃねえか。あ、あれも全部ミカ。そうだよ、だからさっき言ったじゃねえかよ。なんか、うわ、なんかこいつ泥棒してるやつみてえだな。なんかお前、絵がいいな、ふかしもこれ。すごい絵面がいいぞ、お前、めちゃくちゃ。クマみたい。絵面がいいな、お前。すごい。ゴリラが
絵になってるわ。怪しいなぁ。怪しいわ、ほんま。みかんの間から映る、おかしいな。みかんみたいになっちゃってるじゃん、もう。で、うんこがあるってことは動物入ってるってことだよな、うん、あ、だって山から降りてくんのか。そうだね、あっちの方が甘いんじゃないの、うん、みかんとか食わねえのか鹿とかって。ハクビシンもいる。みかん犬、小島とかすごいで。小島、岡山、野生の犬がいっぱいいるんだよ。犬島みたいな感じかい。もう野生の犬が道路ビューって。そうなの。野生の犬もこの間見てきたんだよ、で、なんか、うん、ミュンミュンって鳴き声が聞こえないよ、うん、あんなこれ子猫があって助けたろうと思って、うん、あ、廃墟みたいなって、うん、俺いたんだ、行ったんだよ。こうやってよく目凝らしてたらいたんだよ、子犬、うん、で、俺置物かと思ってたらなんかでかいのがあって、うん、これもうよく見たの、まあ、これぐらいの距離だな、あ、よく見たら、うん、でけえ母親の犬が目の前にいて、殺されるかと思ったよでかかったよな、ふかしな、あの犬、いっぱいいるよ。道路当たり前歩いてんの。野良犬な。野良犬、野生の犬。俺も蚊に刺されたよ、もう。蚊がいるわ。お前いつまで食ってんだよ。こっち蚊に刺されてんだよ、もう。まだ食うんか。まだ、あ、まだあるわ、あいつお前もうみかんお腹いっぱいって何個食ってんだよ、あれからまだあんのかよ。まさか1個ずつ食ってねえよな。もういちゃって。違うよ、そんな遅いってことは1個ずつ食ってんじゃねえんだろうな、かわいく。これいいね、これちょっと写真撮っとこうか。剥き方下手くそじゃねえ。ねえ、ふかしファンの方いたら送っといてあげる。半分に割るんだよ、みかんつうのは。ひどいな、これ。ハムスターみたくほっぺた入れてねえよな。入ってねえよ。山が似合うな、ふかしも山が。海じゃなくて。ああ、海じゃねえな、山だな。なんか洋服も色同化してんぞ、それうってなった。え、洋服もなんか色同化してるよ。なんか似合ってるな、すごい似合ってるわ。お土産販売してると思うよ。これ最後にしよう。カニは刺されるわ。お、風船ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。似合うだろう、ふかしいも。ふーさんが蜂蜜食べてんじゃねえんだから早くしろよ。案件くんじゃねえか、そのうち。お前こういうとからぜひうちの牧場とか農家で食べてってくださいって。もうこのまま一回、次あの白菜とかなんか取りに行ってみるかあるだろう、どっか。うん、なんで理解の白菜買うんだよ。4箱も買えないよ。ミニラさんに送るんだったら4箱ぐらい送んねえと。なくなっちまうぞ、すぐ1日で。あ、ハロウィン復活モンスターズありがとう。君が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 いないとやってけない。今夜は君がトップワン。すごいな、イノシシとか。これいい当たっててうまそうじゃね。ちょっと一個持ってこうぜ、車に。一つぐらいいいだろう。いい景色だよ、いい景色。だけど持って。あ、え、え、もういいよ。
生ビールも売ってんな。すげえんだよ、この坂が。この坂がさ、ここもみかんあるわ。みかん農家なんか楽そうだな、こうやって見たら。そんなことない。ちょっとここら辺のもぎってみようぜ、ちょっとじゃあ。はい、ここら辺の、本当はここら辺の雨かもしれない、日が当たりいいから。はい、本当はあれなんじゃねえのか。長山、もぎ取ってやれ。もぎ取るわ。これはどっちの甘いの、下の方、それとも上の方。 KPR っす。この辺か。みかんとの方に。怪しいな俺らな。めちゃくちゃ怪しいな絵面が。めちゃくちゃ怪しいな俺ら。足元気をつけろ。ありがとう。ろうそくありがとう。完全になんかこそ泥っぽいもんな。まあ、食ってみるか。ああ。こう剥きます。剥いちゃってくれ。ちょっと甘くなかった。これ酸っぱい匂いするわ。本当かよ。うん、匂いわかるから。早いんじゃないですか。何すか。食ってる。ほら。食べて。じゃあ行くわ。いただきます。酸っぱいでしょ多分。ん、それもな。あ、酸っぱいね。酸っぱいでしょ多分。渋い、後味が渋いね。うん、後味が酸っぱ渋いけど、ちょっと酸っぱい方が俺好きかも、甘すぎるより、うん、俺はね。みかんくせえな。最後、ふかし、ちゃんと蓋閉めろよ、イノシシ入るから。こんなに、あ、家あるわ。あ、あ、なんだ、誕生日おめでとうって。お、ありがとう。家あるで。監視してたんじゃない、これ。みかんを泥棒フレーズが監視塔とかじゃない。木生えてるけど、この家ツリーハウス。お、ツリーハウスか。これなんだ。お、廃墟。うんこ。これもちょっとふかし、手に取って食ってみろこれ。無理だよ。食えるわけないだろ。ランキングここで。すごいな。家だなこれ。なんだ、すごいなこれ。もう肥料になろうとしてるな、あの家。腐って土になろうとしてるわ。わあ、なんだあれ、あれ何、あの四角いの、これなんだ。徳川埋蔵金とかじゃない。昔あれじゃないですか、ここレール敷いて。ああ、レール敷いてなんだよ。みかん下ろしてた。みかん下ろしてたんじゃないですか。あ、そういうこと。そんな感じします。だったら今もあるだろう。いや、そんな素晴らしい設備してるか。うん、それありがとうございます。ありがとう。ここにもみかん落ちてるわ。お、はい、食ってんだ。これなんでこれ赤いの。メダカいる。え、あ、本当だ。メダカ飼ってんだこれ。飼ってんじゃねえんじゃねえ、野生で増えたんじゃねえ。野生じゃないでしょこれ。飼ってんのこんなとこで。しかも結構色つやいいメダカやね。メダカいるわ。つや、ありがとう。色入ったやつやわメダカ。この赤色何なんだろう。メダカ。お、
お、なんかいるな。じゃあ白菜でも取りに行くか。ここにさ、白菜とかキャベツとか。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと家に送るか、みかん。有田みかん。イノシシ捕まえたいんだけどね。美味しかったです。これ送れるんですか、みかん。送れます。みかん送るか、俺。ちょっと家に。これあれだ。ごきげんよう。違う。そうだよね。そうですね。ですよね。友近来てるよ。本当だ。友近姉さんだ。この間、三田村君に行く。すげえわ。みんな、みかん狩りに来るんですか。そうだね、まあ、どっちもあれ、ヘビの主体ですけど。すごいな。あ、これ時期によって違うんですね、やっぱ。違います、違います。今は、わせみかん。あ、今、極わせみかん。極わせ。うん、まあ、こちらですね。もう少しして、あのまだあのちょっと青っぽいのあったでしょ、はいはい、あれはわせみかんなんで、もう少し色が来るまでもうちょっとね、もうもっと気温がどっと下がれば急に色が来るんですけど。どれが一番おいしい時期なんですか、みかん。一番その味が濃くなってくるのは中手奥手。中手奥手、うん。で今は和製。和製にならない、まだ極和製。まだ極和製。極和製みかん。今極和製みかんだって。はい、青みが残ってる。有田向きって思ってる。覚えときな。有田向き。俺さっきやってたの。そう。あ、四等分にするの。そうです。へえ。まあ実演しましょうか。はい。見ててもらえますか。まずはい、まあ、これはまあちっちゃいんでもう3等分しますけど、はい、こういきますね、はい、で今度はこちらの方からこう向いていくんです、はい、これがそしたらもうきれいに有田みかんの有田向きっていう有田向き、はい、こういうふうに。へえ、こういう感じに向けるんだ。すごいな。綺麗にこんな。はい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 。これがちょっと、じゃあ俺一つ買ってっか。お父さん買ってきますわ。あ、ありがとうございます。送りますか。これ郵送で。郵送で。はい。どこで書いてあるんですか。はい。ここ書いていいですか。はい。すいませんね。ちょっとお書きさせていただきます。そうですね。まあいくら、まだちょっとはっきりした値段もあるなんですけど、だいたい、キロ400円で置いていただければ十分だと思います。はい。だから10キロで4000円。食べるんですよ。だからちょっと僕はそれがあん
まり作ってないんで、わすみかんになると、まあ、かなり量が低くなるんですけど、まあ、それまで、まあ、待っていただくことが必要かなと思いますね。S サイズで、はい、これで、こちらでよろしいですか。はい。常温で大丈夫ですか。あ、大丈夫です。明日帰るんですけど。明日大丈夫です。大丈夫です。まあ、なるべく言うなら、火も当たらないようなことです。はい。わらかさ。わらかさ。送ったよ。な、俺どれくらい送ろうか。そんないっぱいいらんな。よし。で、何キロ？何キロから送れるんですか。一番小さいのが3キロ。じゃあ、まあ、大体これの大きさです。3キロでいいかな。3キロでいいですか。うん。はい。ね、5キロもあっても食えないよね。食えるか。3キロだな。3キロ。あれ、俺財布どこ行った？びっくりしたで、俺財布置いてきちゃうのと。なんでてめえが持ってんだよって今言いそうでしたよね。お、オラウタン、サンキュー。オーランタン、オーランタン、オーランタンタン。すげえ聞かれんぞ、また。今日という今日はよ、みかん全力で手に入れてやっからよ。よろしく。3キロってどれくらいな。これぐらいで3キロだけど、まだ極早生ってやつみたいよ。かわいいな。ちょっと酸味がある。極早生みかん猫。サイズだけ。これでなんだこれ。これなんだよ。この機械選別するのこれ。これはそうだろう。そうだな。飼い猫なのかな。そうや。新規猫。お、ハッピーハロウィーありがとう。これお父さん、これ何ですか。これは。これは選果機といって、あのみかんの大きさをより分ける機械なんです。何の理由もなくはちょっといかないわ。すごいな。何かやるかじゃ。これ例えばあの向こうの。あ、はい。おいくらですか。あ、ちょっと待って。はい。ちょっとみんな待って。一人ずつ片付けてから。うん。これ二つおっしゃってくれた方。はい。キロなら持って帰ればいいのに。あ、そうだね。俺大阪に帰るんだね。私部屋に。いや、岩手じゃないです。大阪。パンチするとき。そうだね。はい。お釣り600円。あ、そうか。郵送いらないわ。お父さん。はい。あ、いや、あ、まあいいわ、送るか。これすごい。え、もともとみかんだったんですか。
いや、違います、違います。車に積んでっか。これやっぱ送らないで持って帰りますわ。あ、そうですか。はい。捨てといてください。2200円のお返しです。そうだね。持って帰った方が早いね。これ捨ててもらっていいですか。あ、はい。で、俺ももう一箱。はい。お土産ですか。あ、今のみたいなあの箱でいいですかね。はい。いくらですか。1400円です。ちょっとあの大きいのしかないんですけど、はい、すみませんね。そうだな。1600円のお返しです。はい。ちょっと待ってね。はい。みかん、みかん、みかん。みかんを食べると。みかん、みかん、みかん。頭が良くなる。これ今から俺のみかん手に入ります。みかんすごいな。だけど有田みかん持って帰る。なんだこの爆乳コリアタウンで。バルスし、バルス爆乳コリアンタウン。有田みかんね。店の名前教えてほしい。店の名前は有田みかんか。藤岡農園さんですね。こちら本日来ましたのは、藤岡農園さんの有田みかんでございますね。産地直送。 あっちもみかんか。あっちもみかんな。あなんだあいつ、なんか買いに行ったな。ちょっと俺のみかんは有田みかん。これスクショしてたらみかんの美味しい時期わかるわ。これスクショしたらな、みかんの美味しい時期。 OK OK ですか皆さん。そんなみかん食わんかお前ら。一袋買ったよ今。ありがとう。いや、うちには3個ぐらい置いてある。なんかばあちゃんが好きらしいね。ばあちゃん、ばあちゃん、次どこ行こうね。和歌山やろ。なんかお前ら調べて、とびっきりの面白いネタ。あ、なんだ焼肉屋あるな。焼肉食いてえな。あ、はい、お父さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。楽しかったです。そうですか。はい、ご丁寧にありがとうございます。おいおい、これじゃあ俺のみかんがよ倒れんじゃねえのか。すごいな、みかんだらけ。あれ、中山みかん買ってなくない。中山みかんはまた新たなみかん買いに来ました。なんで何個買うのあいつ。みかんあいつ不義理か。あっちにもある。お、これみかん屋の隣でまたみかん買ったら揉めないか。これライバル店、ライバル店にも
隣の店でまたみかん買ったら、あ、なんだこっちのみかん買ったのか、うん、何みかん、こっちも種類違うらしいから。みかん、うん、こちらのみかんは何みかんですか。ゆらわせみかんって言って、ゆらわせみかん、うん、すごいね。みかんの味がしっかりしてて、うん、シナモン、あ、これいいですか、ちょっと食べてみて。食べたから、もうそう、ちょっと初めて食べるな。酸味もあってね、うまいわ。美味しかった、うん、あ、これ一つ買ってっか、ママに。お母さん、一ついただきますね。なんか、ちょっと開けてくれない。鏡餅の乗っかってるみかん、これどれどれがいい、この大きさとかあるって大きさでね。ここ俺鏡餅、いや、俺あのこのちっちゃい袋でいい、うん、はいはい、どうぞ。あ、何これ、うん、すごいね、果汁がジューシーすごいな、ほ、うんと、うん、あ、あん、食べて、はいはい、どうぞ見てよ。去年も来たんですけど、すごいわ、また味見させてくれはる、果汁がすげえんだよ、マジで、あ、ちっちゃい、美味しかった、これが美味しい、はい、味見させてくれ、あ、美味しいわ、ほらほら、あげようね、おじさんとおばちゃんとな、まだ早いですか。え、剥いて食べんだよ、それ。これは割り、割り。アリナ剥き教わっただろ、さっき。これはちょっと無理っすよ、ちっちゃくて。現代半分でいいんだよ、半分で。果汁がすごいな。果汁すごいよ。これ、僕の確認ですか？僕、これ、この箱、この2人でしょ。ありがとう、強い。俺、袋で1箱もらうか、袋。袋ね。うん。甘そうなのがいいね。一緒よ。うん、どれでもいいよ。500円か600円で、ちょっと大きめと粒の大きめと、今とあったら小さかった。どっちがいいかな、行くか、大きい方がいい、大きい方が開けやすいってこと、いい、いい、味ね、ちょっと濃縮されて美味しい。これじゃちっちゃいのにしようか、うん、お母さんありがとう、はい、こっちは500円だと、こっち、うん、いい、うん、うまっ。これ何持ってっていいの、どれよ、え、どれって、いや、好きなのよ、お母さん、お母さんが売りたいのごめん、どっちに、どっちにだって、これすらお兄ちゃん、今、向いたよりも甘いわ、お父さんから、あ、ほんまに、見たと、お前のことも、はい、お母さん、ありがとうございます、ありがとう、はい、どうもありがとう。これは、ゆらみかん500円、めちゃれてました。なんで、ミカの血液か、そう、何が気持ち悪いの、で、なんか、あ、なんだ、いいかって、腹減ってんのか、なんつったらいいですか、なんだよ、なんか酸っぱい、この辺酸っぱい、救急車呼ぶか、そう、酸でやられてる感じ、酸でやられてる、そう、何言ってんだお前、うわ、手ベタベタする、手洗いたいけどね、これゆらみかん、中山、みかん買いすぎじゃね、500円だよ、500円、なんか落ちましたよ。じゃあさっきの500円は1、2にしようか、竿嫌な音したけど、竿が嫌な音した、竿の音なんかしてないや、ちょちょ、何言ってんだおめえ、みかん担いで帰んないんだから、ふかしいこと帰んだから、おめえよ、めんどくせえな、いつまでもよ、あ、風船ありがとう、みかん食べるか、もらったから、え、みかん食べる、いや、もういいわ、俺何が爆乳コリアンタウンだよ、俺にも来てたよ、ニヤレ、俺んとこにも来たわ、爆乳コリアンタウン2回来ました、ニヤカ、俺もニヤカブロックしてからよろしく、金管みてえな、超ちっちゃい、ありがとう、ちょっとよ、ふかし、ふかしの兄貴、ちょっとナイスこじってもらっていいかい、こっち切るからよ、話しとけ兄貴、ああ皆さん養分にナイスお願いします、そしてふかしもに無料アイテムお願いします、ちょっと
これ変わるとですね、すごく性格が変わるんですよ。おう、どうなんだい兄弟、見ててください。いいよ、2種類のみかん。おめえらよ、ナイスぐらいおさんかいな。おい、右下オレンジにしてかんかい。みかんのようにしちまうよ。おだから、おだからさ、有田向きしちゃうよ。やっちゃうか。チンコ向いてからええよ。向けねえんだよこいつよ。赤ちゃんと一緒なんだよ。もう下、ありがとうございます。ナイス養分先生に、ナイスおさんと有田向きにしちゃうよ。みかん色にしちゃってくれよ、おめえらよ。え、次どこ行く？つい、ありがとう。行く、どこ行く？次、とりあえずまずちょっと一本つけようか。うん、一本つけようか。つい、ありがとうございます。とりあえずみかんはゲットしたから、有田向きできたから。どうやって向けばいいんですか？ちんこの向き方もわかんねえような子供みたいなこと言ってたぞ。さっきみかん向けみかん家に持ってくわ。でいいか。ケーピーありがとう。ピアさんすごいわ。玉焼き町糖度が高いからベタベタすんだけど、すげえ。ありがとう、ついありがとうございます。ケーピーベチャベチャするよ。ナイス押してきた、ありがとうね。ありがとうございます。糖度がすげえんだろうな、ベタベタする。あ、梅干し、梅干し一回、梅干しうまそうだな。つい、ありがとう。有田醤油に梅干し、あとラーメン。有田醤油、醤油の夢だな。有田焼き、紀州梅、梅買うか。傷んだ紀州梅でいいな。梅酒も有名だな。梅酒も買うか。ラッパ飲みするか。なんと中ちゃんの誕生日、梅酒の日です。え、梅、長屋が決めた湯浅醤油梅酒の日っていうんだよ。そうなんだ。ありがとうございます。中ちゃん誕生日、あ、また爆乳コリアンタウン来たな。また来た、3個目だこれ。お、KP ありがとう。ちょっとまだ痛い。嬉しいよ、ありがとうな。まだ痛い。なん、腹減ってか。なんかラーメン探すか。養分先生から、ね、ありがとうございます。ちょっとトイレ行きたいわ。え、うんこか。ちょっとコンビニ行っていいですか。どうした、どうした、何があった。お前ちょっとトイレ、どうした、どうした突然。お前どうした、こんな急いで。トイレ行きたい。どうした、水分取りすぎちゃったか。お、どうした、どうした。おい、どうした。やべえ、なに、なに、なに、うわ、潰れてるよ。嘘だろ、コンビニ潰れてるわ。以前ここにコンビニがあったであろうところだな。おいおいおい、どうなってんだよこれ。ちまってよ、もうちょ、もう一個先にやるわ。コンビニか、行くぜ。爆乳コリアンタウン、爆乳パイパイ、爆乳パイパイ、ドッカンドッカンドカンドカン、いいやさ、いいやさ、ワンツースリー、ワンツースリー、いいやさ。もちはもちは、みかんはあれだね。KP、風船ありがとう。ね、仕事行ったら、あの、2軒目のみかん、ありがとう。鏡餅の上に乗っかってるやつみたいでしょ。ちっちゃいやな。ちっちゃいね。でも、果肉すごかったよ。ジュワーって、あれ、みかんジュースは美味しかったけどな、みかん。坂本冬美の梅干し有名だよ。誰、坂本冬美って。なに、そいつ梅干し売ってんの。知らない、梅干しって売ってんの。なに、売ってんの梅干し。おい、なんでナビに乗ってるコンビニは全部潰れてんだよ。おいおい、ここのコンビニも潰れてやがるぜ。勘弁してくれよ。おいおいおい、お前うんこ漏らすか。わいって、おいおい、全部コンビニ潰れてるぞ。どこ行ったらコンビニあんだよ。もっとそしとけよ、もう入ってみよう。みかんの木の横にうんこ垂れてたらよかったじゃねえか、おめえ。愛媛みかんもうまいよね。次のコンビニあったか。3軒目か、次のコンビニで。めっちゃ猫飼ってる演歌歌手、そんなんいる。行ったらやっぱでも関東じゃありだ、ありだけどね。
です。このエリア付近でなんか有名なのあるか？また君に恋してるってあの人な、すごいじゃん。大物芸、大物演歌歌手じゃん。え、が梅干し売ってんの？なんで梅演歌から梅干し行った？不思議やね。出身地な。もう演歌じゃ食っていけなくなったんじゃないですか。え、この近くだよ確か。え？行くか。ちょっとそこの梅干し買いに行くか。え、愛媛は蛇口に入れるとみかんジュースが出る、ポンジュースが出るって言うな。そうだよな、ね、愛媛はそれはお金払ってんですよ。え、お金払う、俺お金払って出たもん。みかん、うん、みかんジュース蛇口発見して。あ、ね、梅干し屋で働いてたから。へ、お金払いました。コンビニあったじゃねえか。ここは潰れてなかった。バカにしてんじゃねえよ。いや、それ2件連続。今は何、梅干しを独立して梅干し作ってるってこと？そういうこと？どういうこと？みかん梅ってのが美味しい。働いてるだけ？どういうこと？なんだ？ Wi-Fi 入っちゃった。延長したの夜。俺？うん、延長しちゃった。延長しちゃった。Wi-Fi 金のためのWi-Fi ちょっと梅干し調べるわ。坂確か今病気で休養中。サインもらうか。坂本冬美。え、もうお綺麗な方ですね。梅干し。手洗いたかったな。あるわ、冬見商店っていうのが。うわ、たっけえわ。 450g 5,000円、2500円。冬見のお気に入りの味を厳選、幻の梅12粒3500円。えけど買う価値あるかもな。そんな、うん、そんなすんの。何やってたんですか。おい、どうした？製薬いたの。どうした？なかった。え、何出してきたの？え？何を出してきたのお前？トイレで。え？何言ってんだおめえ。ちょっと。え、吐いたの？嘘だろ？え、もうみかん入ってきたんかお前。何やってんだよ。え、坂本冬美が梅干しお店ないの？レインボーしてきた。レインボー。何やってんだよ。え？え？ふかちゃんよ、ドレさんと一度だけで構いません。ナチュラルで無理のない範囲で構いません。コラボめいたものをお願いできたらよろしく。梅干し工場あるぞ、お前ら。梅干し工場でも見学しに行くか。梅干し工場行きますか。梅干し、ね、やっぱ俺は、俺の好きな梅干しは、めちゃくちゃ酸っぱくて甘みのないやつが好きです。酸っぱいタイプね。甘いやつは嫌いだ。嫌いだね。わかる。あのマンコウみたいな甘いやつ、蜂蜜漬けみたいな、あれは苦手。もう酸っぱくて、もう一粒でご飯茶碗いっぱい食えるぐらいの梅干しが好きです。梅干し工場お前ら見に行くか。ね、食べ過ぎた。梅干しと醤油工場いっぱいあるの。梅干しの歴史を調べるってこと。梅干しの歴史。梅干し一万一粒のやつもある。すいません。なんてところ、梅干しの場所。ミートさんと言ってさ、怒んの。釜揚げしらすもうまい。梅干しって言わねえよな、今。
くしゃ茶漬けに合うような顔色悪い梅干しが好きです。俺はかそうおばあちゃんが作った塩とシソで漬けたような梅干し工場ちょっとしょっぺいな。あ、いいな。お前住所入れてみろ。うん、和歌山県。ちょ待って。ここ何時までやってるこの梅干し工場。そもそも。和歌山県みかんね。日高郡。8個か。9個。そうやね。8個か9。日高郡。はい。何町ですか。みなべ町。みなべ。うん。山内。1339。これどれぐらいだ。これ佐藤湖の水鍋って戻りますよ多分。35キロ戻ることになるな。あかんな水鍋ってすんねえ。さっきの35キロもだな。この辺で梅干しやねえのかな。次梅干しの大丈夫大丈夫。ちょっとみかん食いすぎて気持ち悪くなっちゃった。ここってなんて場所だ。有田です。和歌山県有田梅干し工場でいいか。 2.2 キロのところに評価すげえとかあるぞ。何の評価。旧の梅干し猿海本舗今回に 2.2 キロ。梅干しを学ぶか。ほんじゃみかん狩りしてたから。牛乳飲むといいの。わすごいなここ工場。梅干し工場これ見れんのかこれ。それさっきそれ言ってたとこ。いやなんかわかんない。あーいや近いとこ。マジで今日誕生日。はい3はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yuki san. Happy birthday to you. おめでとうございます、ゆきさん。おめでとうございます。そして、ハート花びらです。え、どうすんだよ、梅干し。マジですか。とても大変。丁寧に説明してもらいました。だってで 25? 歴史ある梅工場だって。ちょっと行こうか。ここやばい。ここ行ってみようか。みんなもありがとう。はい、ここだ。次ありがとうございます。梅干しを学ぶか。次皆さんもありがとうございます。送ります。梅干しの学び誕生日に行く価値はあるよって。梅干し梅干し工場ってこれも一緒です。みんなでえこれもみなべですよ。おいみなべじゃねえかこれおめえこの野郎。送る。梅干しとみかんだってどっちがいいですか。誰だ平田って。だからさっきと一緒の場所じゃないか。了解です。有田観光人気の観光ちょっと見るわ。梅干しワイン道の駅とかにないんですか。とりあえずここ行ってみっか。地形からどうすか。ああそこ行ってみろ。有田郡。はい有田川町。はい鯨って何だ。妙寺妙寺か7鯨妙寺95-1。ありがとう、つえ、ありがとうございます。クリームしてください。なんか甘そうだな、ここの煮干し。酸っぱいのもあんのかな、ちゃんと 2.2 キロいきます。甘いのかな。クジラは大地やから遠い。塩梅試食あるかな。試食おめでとう、スケッティー。もういいね。
お、ありがとう。ハッピーハロウィン。向かうぞ、お前ら。綺麗だろ。とりあえず行きながら考えたらええんよ。大地ってパンダの。クジラ博物館で何なん？クジラ泳いでんの？クジラ？泳いでない。これユキさん。泳いでない。痩せてるように見えんの。ガリガリになっちゃった。疲れてんじゃないですか？太るようなの。乗りますか？太るような。太るようなやつ。痩せすぎっすね、これ。俺と会った時より痩せます。水族館みたい。クジラ泳いでんの？なんなん？クジラ博物館で。痩せちゃったんじゃないこれ。サンマも持ってたよ、今。白浜の先に大地町のところにあるわ。あかんやんけ、それ。え？大地町？お前、白浜より奥ってお前、はるか先じゃねえかよ。戻るようじゃね、また。だいぶ。70キロぐらい。お、なんだ？キュッキュって言ってたな。ジョイントスジョイント。クジラ泳いでんの？クジラ博物館。クジラなんかなかなか見ねえもんな。え、今から行くところはなんだ？塩梅っていう梅干し専門店だ。塩梅。サルって言われてるね。ショッペーすって梅がいいな。あるかな。あるよね。アンバイン、クジラにイルカ泳いでる。そんなとんでもねえ場所ってことか。ラーメン食いたいな。しばらくラーメン食ってないよね。ラーメン食いてえよ。この辺有名なラーメンないのか。呼ぶイルカとクジラの違いって知ってるって。サイズだろ。サイズ。サイズ。ああ、そりゃサイズだろ。カヤクさんとフカシモぐらいの差があるだろ。イルカとクジラは全然違うでしょ。だってね、あと何が違うんだろう。ヒレがないとか。ヒレがない。ケーキハウス。あ、ステーキとかも食いたいな。おお、よく知ってたね。サイズなんだよね。だろうな。なんか有名なラーメンとかないのかな。車屋ラーメンなんてある？ラーメン調べるか。和歌山に車屋ラーメンなんかねえだろう。お昼までしか出ねえな。営業時間外なんだけど全部。みんな休憩か。うん。5時からだね、ほとんど。ざけやがった、この野郎。評価4点とかのやつは全部。どうすんだよ。丸花のラーメンうまそう。来てんのかな。なんか天然さんが電話かけてきてんの。朝方。
朝方？朝だね。みかんラーメンっていうのもあんの。なんだみかんラーメン。絶対美味しくねえだろ。あいこさんと。機長さんごちゃごちゃ待って。あ来てるわ。行けます。ガリバーとかあるわ。なんだみかんラーメン。来てた。来てたわ。24岡山ラーメンどうなんですかね。醤油うまいからうまい。井出商店美味しくなくない。美味しかった。井出商店お前こないだ食ってたもんな昔、うん、食ってないのがいいだろう。美味しかったけど、いやこの辺のラーメン屋はああほぼやってない。全滅か。全滅だね。サバの寿司がうまかった。サバの寿司だって、うん、押し寿司みたいな。あれジョージさんだいす。ほんまがいな。27日でよければ連絡するよ。今日なトマトラーメン。熱いやん。いやいや、猫ないっす。おね、お昼で終わっちゃうよ。これそうそう、ここお、梅干し博物館みたいな感じ。駐車場、ここでいいの。駐車場、ここじゃねえだろ。え裏わかんねえ。ここないんじゃない。あ、だから専用駐車場って書いてね、横に。ここえここでいいの。いいのか。着いた。つい、ありがとう。ありがとうございます。ちょっととりあえず行ってみるか。さあ、ありがとうございます。運転中に忘れません。そうなん、井出商店って。ここに駐車場あんじゃねえかよ、昔も。えここにあるよ。ある。これじゃチンピラじゃねえかよ。こっちになんかあるよ。ここで梅干し。梅干しこっちですか。はい、こっちです。梅干しも学ぶか。学べるのか。学べるから。ここあ、こんばん。あ、ここでも大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫だって。あ、ここ梅干し。あ、みかんジュースあるわ。買って帰ろうか。これ梅干しって全部甘い、甘い梅干しですか。甘いのから塩辛いのから。あ、塩辛いのから。塩辛いのがいいですよ。酸っぱくて塩辛いのが。じゃあこれ、お茶漬けに入れて食えるような。俺これ気になるわ。梅、梅にんにく。それ美味しいですよ。美味しい。ご飯にのせて、うん、食べても後で匂いはあまりしないし。塩辛いの、はい、めっちゃ気になるわこれ。え、これご飯にのせて食べる。いや、もうそのままあの漬物代わりに。漬物代わりに。はい。ご飯いっぱい行くとやめちゃうから。食べれるんですか本当に。これそんなすごいんですか。でも本当に塩だけの塩辛い梅干しです。俺はやっぱ甘い方が俺。はい、こっちが一番甘い。いいんですかこれ。2回目、はい。うわ、こんなもらえちゃった。でっか。まるまるいいんですか。何個目なんでね、粒大きいんですよ。え、はい、何買ってこうかね。ちょっと、うわ、すっごい極端ですけど、一番甘いの、一番酸っぱい塩辛いの。ちょっと食べる。え、ちょっと食べる。あ、半分やる。じゃあ、ちょっとでいいね、ちょっとで。ちょっとしてもらわないと、すごい塩辛いです。あ、うん。いらっしゃいませー。これね、はい、うまい。これ食べ。あ、これ甘い。でも甘いのもうまいな。あ、本当ですか。これ甘い方がいい。あと全部食べ。一人こうなんかもらってたらあれやから。これ塩分すごいから。すごい、それはすごい感じですね。これうん、これな、YouTube からのあ、はい、そんな感じです。はい、あで今、これだわ。
通って梅干しがこの辺有名って聞いたんで、ちょっと急遽梅干し。これだわ。これ食ってみ、マシ。酸っぱいでよ。ああ、もうそれ梅干しで一番酸っぱいね。もうそれ以上酸っぱいのがない。これは、飯一個いけるわ。いけるか？うん。俺は甘い方がいいわ。つやありがとう。うわ、うち寄れよな。で、超おちよみ、その丸い容器の、1280円っていうのを、あれ、こちらか、これが甘いやつ、控えめって書いてるのが、そう、うん、食べてもらったお味、はい、で、そちらの四角い分けありっていう、ちょっと選別する一手間抜いてて、はい、ちょっと皮のしっかり目まだってたりしてて、はい、内容量が 450g、こっちしか多くて、お値段今どちらも1680円で、ね、梅干し買ってっか。シソもちょっとおしゃれだよ。なんだシソって。塩分高めの。そうですね。はい。1個だけ。これがシソ？はい。甘いのだったらね、こちらの。これは甘いの苦手。これさっき食べた甘いの？ハチミツだ。あ、一番控えめです。控えめ。あ、よかった。あれが一番甘いやつ。なんだここ、これちょっと甘口でちょっと味変わるんですけど、すごい梅干し、人生でこんな食べるの初めて。漬けですけど塩分は先のより高くなるので、ちょっとしょっぱいってこと、うん、ちょっと塩分もあるかもっていうとこですね。これがちょっと失敗やつ。 8% さっきは 6%。 和歌山の人って優しいですね。さっきもね、ずっとね、うん、さっきはみかん買いに行って、もうなんか優しい人が多いな。親切に聞いてもね。うん、なんだっけ、藤岡農園みたいな。あ、個人です。あ、あ、蜂蜜漬け。あ、美味しいでしょ。こっちだわ。こっちだ。ご飯に合いますね。あ、これだわ。あ、こっちだわ。辛いこれ。あ、酸っぱいですよ。シソもうめえな。酸っぱいけど。ちゃんと梅干しみんな買えよ、こんなタダで食ってんだから。大変だろ。あ、これだわ。シソうめえな。これだよ、俺。辛い。これご飯と一緒に食べたいわ。もうこれかな、俺。茶漬けに入れんだよ。おい、ご飯入れてきて。これだわ、これ。いただきます。あ、これやばい。うまいわ。美味しいでしょ。こっちが、ね、これ。うん、だから白星食べた後やけど余計、うん、美味しい。うん、こっちだわ。うまい。ちょっとしょっぱいな。いろんなの買っていくか。これ塩味食ってみ。うん、ごめん前から。もうこれだわ。これ。塩分濃度8。いや、食えますよ。これ買うわ。塩がいいかも。これちょっと梅干しで全部食っといてください。俺これ買うから。ああ、すごい。さっきのがどれですか？一番最初が控えめで、2番目がいい。次にいいっていうのが、蜂蜜漬け、8% で蜂蜜入り。蜂蜜、あ、これですね。俺、じゃこれ買うか。これ、シソはどれですか？これ、何これ？プチギフトって。あ、こちらはですね。はい。あの、その分けありの方はね、ちょっとしっかり目の果肉になってるんで、男のなんですよ。あ。で、選別一回抜いてるんで、ちょっとしっかり目の果肉が持ってたりするんですけど。はい、1680円、これならいいじゃん。俺これでいいわ。なんでかっていうと、量が多くても一生食い切るまで時間かかりそうだ。そうですか。これと甘いの。うまい。これ甘い。これ控えめでよかったですか？え、控えめ。これ蜂蜜。あ、俺なんだっけ、蜂蜜でしたっけ。あ、2番目、2番目、蜂蜜です。あ、蜂蜜、これ、はい、蜂蜜。はい、蜂蜜。え、これは京味噌ニンニク。これご飯に乗せたら美味しい。それはちょっと甘口ですね。その梅ニンニクの方がまあ人気はある。あ、こっち、はい、ご飯と一緒に食べれるようなのあります？もうど全部ご飯といける？漬物があり、はい。はい、これ、はい、お味、キムチ、辛い、お味噌味は甘口、梅ニンニクはちょっと酸っぱめ。酸っぱめ？梅ニンニクにしようか。梅ニンニク。なんてこれ、はい、キュウリもあるな。お土産用に。いや、俺これやな。地元のメンツに梅ニンニク行こう。三時のやつは梅干し。これシソ2つでいいんですか？はい。シソ2つと白干し1個の。梅干し何で残してんの、はい、全部食えて、はい、梅干し。俺これ梅ニンニク。梅ニンニクと。
うん、なにこれ梅エキスって。これはもう梅で、梅をね、梅の果汁を煮詰めて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 作った、まああの、あれです、健康食品で、これで、まあ、昔ね、これなんですか、あの、煮詰めて、はい、ウメフラーベっていうね、血液をサラサラにするっていう成分が出てきて、はい、まあ、食物の中でこれしかないんですけど、へえ、それがまあ一躍、ここ20年前ぐらいから人気出ました。梅エキスが、はい、でも健康食品といって健康食品だと、梅エキス、はい、これはもう控えめか、まろやか、甘口ですね。あ、そうなんですね、はい、みんなにこれ買っていけばすごいな。すごい梅干し買うな、中ちゃん。すさまじい量の梅干し買ってる。あ、すみません、すみません、使えます。あ、大丈夫、大丈夫ですか。はい。すさまじい量の梅干し買ってるわ、中ちゃん。みかんより買ってるぞ。梅まろやか。あ、適当で大丈夫です。大丈夫ですか。お土産なんで、それは。あ、はい。この四角いのが3つですね、1680円ですね。すさまじい数の梅干し。注文来た。これが5つ。はい。あれです、ここ投げナイス。あれです、どんつくすけど。はちみつの1個、あ、わかりました。ちょっと、まだ、はちみつの。なんだ、お前、バイバイしてんのか。はちみつの、お世話になってるから、でかいやつでいいですか。でかいやつがいいですか。でかいやつがいいですか。はちみつのさん、お世話になってるから、でかいの、でかいので送りますね。これください。あ、はちみつでいいですか。あ、持ってきますか。これまろやかなんでね。あ、そうなんですか。え、初めて持ってきます。まろやか、さっき俺が買うやつがまろやか。気前じゃないよ、みんな地元の人間もどっか行くと買ってきて食いて、俺買ってかねえから、これぐらい買ってかねえとな。はい、梅干しの歴史も学べてんな、これ。梅干しの歴史も、梅干しだらけ。山瀬まみちゃんもだ。はい、え、どれが蜂蜜なんですか、これ。これ、甘い、控えめが2番目の酸っぱい梅干し。で、まろやかが一番甘いやつ。うん、梅酒もある。ママのママに梅干しはいらないだろう。はい、これ、もらっててもいいですか、これ。お、兄貴、サービスしてくれたで。あ、ありがとうございます。すいません。帰り、ご飯食った時にこれ、梅干し、いただいて。お、ご飯に梅干し乗せてくれ。すいません、ありがとうございます。お釣りになります。はい。ありがとうございます。キムチグリーンの土産だ。それで。こちらが、500円と、これが1680円。安いな。いやいや、カリちゃんにお土産、カリちゃんにお土産っていらないだろ。店で梅干し出すってすれば一粒500円とかで、2、4、5、6、7、8。うち梅干しの消費量すごいんですよ。ここのね、お店の名前はね、サルメ。サルメ。これも一個入れてください。おサービスを入れておきます。綺麗になってたキュウリ。いいんですか。大サービスで。いい、こんなにサービス。たくさん買っていただいて。優しいわ、やっぱ若い人。本当ご飯が欲しくなりますね。これはたくさん入ってる。はい、すみません、ありがとうございます。なかなか、はい、ありがとうございます。いけますか。はい、俺も梅干し買うからよ。はい、あ、塩梅って読むみたい。塩梅、サル梅じゃなかった、塩梅さん。塩梅です、またよろしくお願いします。塩梅さん、こちらもプレゼント入れておきます。いいですか、すみません。224円。ありがとうございます。ちなみにどちらですか。大阪の。僕大阪で、栃木です。栃木と千葉。あれ、はい、バラバラバラです。そうです、いつもこれやりながらいろんなとこ行ってるんですよ。全国、はい、200
12年に一度の限定品。何が、これね、昔のやつはもう今販売してない。あ、してないんですかこれ。うん、昔こんな売ってたんよ。あの猿同士の梅がね、いいって、景色がいいということで。伝説の梅だったってことだな。マニアは持ってるありがとうございます。塩梅さんですね。そう、これ通したら塩梅、ここは塩梅さんです。ネット販売もしていますか。え、はい、はい、全国発送してるんで、まだよろしかったらチラシ入れておいてください。はい、梅干しと梅干し専門店ネットでもやってるんで、梅を学びに来たから。はい、梅干し。大丈夫、チラシは。チラシ。あ、俺もチラシもらっとこう。また新しいのもう積んでるんですけど。はい。ありがとうございます。嬉しかった。はい、すいません。すいません、ありがとうございました。気づけて。すいません、サービスまで。あ、ありがとうございます。美味しくいただきます。な、和歌山の人たちみんな優しいな。はい。優しいな、和歌山の人って。あ、ありがとうございます。2つもつけてくれたよ、あのキュウリとニンニクとって。中ちゃんあんだけ梅干し買ったからだわ。これ分かんなくなるな。お土産も肝心なのを忘れると。 あ、ごめんなさい、はい、いけます。はい、大丈夫です。ありがとうございます。俺ここに入れるか、梅干しここね。後ろ乗せるしかねえか、これは。上に乗せたらみかんの、うん。ここね、梅干し。次何買う？大丈夫やろ。これは見込ませるか。ここ。優しいよ、人が。ね、いい人ばっかだわ。あれ？あ？ここさっきあれ、ミイラさんに電話したとこじゃね？ここ？そこだよ。さっき松屋のとこ泊まってたじゃん。あ、本当だ。あそこで俺ら電話した。ミイラ。めっちゃ近かったじゃん、これ。あ、口コミめっちゃいいんだよ。あ、モンスターナイス。帰った、おかすめ。梅干し。試食の梅干しいっぱい出たの。4種類ぐらいもらったな。次何学ぶ。次、修学旅行みたいですね。飯食いてえな。ちょっとご飯探すか、梅干し持ってて食うか。梅干し持ってるからハリハリ鍋。後ろに引かし。なんだ、なんて書いてあるんですかね、よく読めねえな。引かし。つく乗せてた。わかんないわ。あ、ありがとう、中ちゃんから。戻ったありがとうございます。サンキュー。君が今日はアラブ、セキュア、ストコドコ、アップル、アイフォン、ロビンズ。君がいないとやっていけない。今夜は君がトップワン。ありがとうございます。中ちゃんにエサもらったわ俺。ありがとうございます。ハロウィン。ありがとうございます。とりあえずじゃあご飯探すか。次サイクスだ。ご飯、ラーメンがねえんだよね。でもなんでふかしも疲れてるの。そんな梅干し食うか。梅干し食うか。とりあえず疲れ取れるから。いや疲れてないですよ。大丈夫か。おめえちょっと具合が悪い。なんで具合悪いんだよ。梅干し食ったから具合悪いとかやねん。じゃあ、さっきのみかんから。血糖値高いんじゃねえのか。糖尿病じゃねえのか。糖尿病か。糖尿病じゃねえの。糖尿病じゃないですよ。糖尿か、糖尿の毛があるか。糖尿病じゃねえの。甘いもん食って気持ち悪いとか、しょっぱいもん食って気持ち悪いとか。近くにマグロの食べ放題がない。そうか。うたせ食堂って人気ある。あと次何、和歌山何買いに行く。お前あれじゃねえのか、もしかして梅干しいらなくて梅干し買ったから具合悪いとか。違う違う、大丈夫かお前。お土産なんで。運転ダメなんだって、保険が。俺買ったのね、
甘さ控えめ蜂蜜梅まろやかだっけ、なんだっけ、でもあれうまかったね。2番目の方が好きだったわ、1番目より。2番目はしょっぱさもあり甘さもあるみたいな。おいしい、最高。どうします、梅干しはそこなくなるからね。子供ら1日5粒ぐらい食うから。どうすんだよ、昔 100% 投入すか。特命さんが特命さんがアラブのスケをブリゲストバッキーのマスケットで特命さんがいないって言ったのエリックス、パンチクトスコイです。ミニラさんのお土産買いたくないからけどよ、買えよ、どうする、梅干し買ったんかよ、ミニラさんに。買ってないですよ。え、梅干しやる価値もねえよ。え、そうだろ、ん、今うなずいてる。違う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 よ。え、次どうする、次どこでもいいですよ。ペコも食べんだよ、みんな食うんだよ梅干しを、みんな食べる。だから飯食ってねえからこいつ腹減っておかしくなってそういう感じ。いやそうだろう。焼肉か、なんだ、何がいい、みんな伊勢海老買うか。焼肉か、何、ちょっと海辺の町に行きたいですね。ああちょっと海辺へ向かい、道の駅とか。ああ道の駅、和歌山ラーメンないんだよ近くが。いやカリカリ梅も好きだし梅干しも好きなんだよ。梅干しも食う、めっちゃ。和歌山もやってねえな、どこも。めっちゃ食う。あ、これ、あ、ここなんとか食堂ってところ。あ、ハンバーグとかいろいろある、昔ながらのラーメンみたいなのとか。ほんとね、ここ行く、梅干しのこの、とりあえず飯食う。どうする、行きましょう。大丈夫大丈夫、お茶漬け創業100年だったよ、買ってきてるのになくなっちゃうんだよ。ちょっと行こうか、今度ここ、はい、ジョージさんございます。これ何、あー途中の道だわ、いい感じやね。住所行くぞ、これだ。酸っぱいの好き、塩分高いのが好きなんですよ。これ有田市、なんだろうこれ、傘、これだこれ、うん、自慢89711。ああ梅干しあればさ、ほんとお茶漬けで。じゃあ次はご飯行くか。ラーメンもあって、トンテキとかもあって、海鮮丼もある、うん、ここでいいか。いいよ、タチウオ丼とかあるで。何なタチウオ丼って、うまいんかな、うん、梅干し、みかんも買ったし梅干しも買ったし、これがラーメンではない。お土産はバッチリですね。人形が良かったとか言いそうだけど。続きまして、どんどん進んでまいります。なんかお土産旅みたいになってきたね。お土産旅、これ、まっすぐでいいのか。焼肉大好き。車屋ラーメンないでしょ、こっち関東圏じゃないなって。車屋は全国にあるな、あるな、そうっす、南高梅ですね。近く、まあ、10キロぐらい離れてる。10キロ出るのか。がっつり酸っぱいのがいいですね。
がすごいですね、火力が。和歌山の10キロは近い。梅肉が。カジも気持ちいいな。そしたらなんかお前どんどん弱ってきてねえか。どうした？みかんの食いすぎか？いや、美味しい店ある。多分なんかみかんのさんでやられた感じ。ママから来てましたね。みかんのさん。届いたっつって。あれです。特命さんが特命さんが現れますけど、ビリゲストマッキーのマスケードマッキー特命さんが入れてったのはエリックス。どっちかすごい。あります。みかんのさんでやられただけだから多分大丈夫ですよ。そんな、なんか変な病気とか。みかんの皮が消化できねえのか。みかん食いすぎでか。そう。みかんの皮が。焼肉多くね。多い気がする。ここにもあるよ。熊野牛かな。有田牛って言ってたよ。有田牛ってのもあるんだ。うん。ああ高いね。肉は。具合悪くなるからね。胃薬。え？胃薬。胃薬買おうかな。ね。なんかみかんって消化に悪いって言いますよね。そうなの。皮が悪いな。デブなのに消化不良起こしてんの？え？梅干し買ったし。何しろ。いけるか。みかんたくさん食べてるから低血糖ではないよ。なんでお前そんなみかん食ったんだよ。消化悪いな。なんでそんな大量にみかん食ったの。なんかバケツにいっぱい入れちゃって。あ、これ食わなきゃって責任感か。責任食いしました。まあ男らしくていいと思うよ。入っちゃったけど。俺はそういうお前嫌いじゃないよ。嫌いじゃないよ。男らしいなと思う。だから気持ち悪くなってる。いや、これ勘違いして、ああなんか持って遅れますかって聞いたじゃないですか。 ね、あれ遅れますよって言われたから、 あこれ持って帰っていいんだと思って、ああいっぱい取っちゃったんですよ。そういうことな。そうで途中で気づいて、ああ実は違かったって。実は違かったから。まあそういう時もあるわ。まあ、全部食べたっていう感じ。続きまして歴史あるご飯屋さんね。そうなの？続きまして責任食いしちゃうんですよね。まあいいよ、かっこいいよ、悪くない。釣った魚とかも弱ってると持って帰って食べちゃうんですよ。うん、あ、食ったらんとなんて。そう、かわいそうだから。そのまま逃がして死ぬぐらいなら。お前優しいな。な。なんかほら、シーバス釣りしてても、ああね、川、あの江戸川とかで、うん、江戸川とかで釣ったシーバスで、たまに顎外れちゃうんですよ。うん、シーバス釣りしてると、うん、シーバスって。顎を外れちゃったら逃がしても死んじゃうんで、一回持って帰って食べたんですよ。顎外れちゃって、うん、どうだった。すんげえ臭かったけど食べた。美味しい。え、美味しいの。美味しくないの。いや普通本当は美味しいんだけど。ダメ、皮にいるから。あー、そういうことね。すごく臭いの。ホルモンも食ったからじゃねえの。朝落としたやつね。え、朝ホルモン食った。焼いて、はい、肉も全部食った。いや豚肉余ってた。え、ホルモンってなんか牛ホルみたいな。そうそうそう、朝から焼いて食ってたんかお前。すげえな。朝食の後。朝食の後、はい、俺が寝てる時か。そう、マジかよお前。すげえな。胃が休まってねえんだよ。朝一からお前パン食ってよ。お前ホルモンかじってたんか。夜中もホッケ食ったし。だってみんな買って食べないんだもん。食ったじゃねえかよ。まあいいじゃん、かっこいいじゃん。中ちゃんより猫の方が食べてたね。猫すごい食ってたな。ホッケうまかったな。でも
か、トリトリ市場のソーセージどこだよ。あれ、確かにあいつチーズソーセージ楽しみに結構してたんだけどなチーズソーセージなんでねえんだ、はい、詰められたから。ソーセージ第2回 N1、 あ、嘘、確定した、ありがとうございます。サンキー、サンキー。グランピング楽しかったな。あれ2泊とかにしたらいいんだろうね。絶対その方がいいですね。それか、うん、本当に朝早くから出て。あ、だけどさ、俺朝ごはん見た感じ思ったけど、夜ごはんなしでよかったかもな。あれ夜ご飯多分頼んでたら薄い肉が2枚ずつとかだったね多分おそらくだけど。そんなことある？だって朝食があれだよ。でもネットにはね、結構豪華だった。夜はやっぱ豪華な。朝ご飯はやっぱしょぼいもんなんか。夜は結構ね、なんか、なんかこれ肉そば中華料理だよね。精神的に来てんじゃねえかって言ってるぞ。精神的に、うん、来るわけないじゃん。皆さんも何に精神的に来るぞ。まあ一つトラブル回避してきたからよかったな。危ないよ、怖いんだよこういうチャリンコ。次は人引いて人生ダメにするか。エンタメじゃ済まないよそれ。あ、醤油屋もあるわ。あるわ、醤油。お醤油。醤油か。試飲するか。まあありとあらゆるもの買いまくるか。試飲するか。みかんあれば。なんか有田みかんいっぱいあんな。まあ、みかん狩りしたことに意味があるから。あゆちゃんや、なにこれ、あゆ、あゆ、いや、ここうまそうじゃねえ。なんなんこれ、なんなんですか。ちょっと見てみますか。そちら来ちゃってるんで、一回避けますよ。なんかあったの、なんなん、しゃべしゃべだって。しゃべしゃべや、わかんな。和食だ。和食です。あ、もうダメだダメだ。話なんねえよ。おかしいもんっていつもなんかトラブル起きてんだ。トラブルメーカーですね。なあ、トラブルメーカーもお前にあげようか。トラブルメーカーのさ、すげえマジで。あげようかって今まで誰だったの。俺だよ。ふわち一の俺トラブルメーカーだと思ってる。今までたくさん書き乱してきたからね。何人の配信者に嫌われてきたか。男版相沢さんですね。そうですね。あのね、自慢じゃねえけど6年間悪口で飯食ってるから。悪口で西谷さん、それで飯食えてんだから。まあ、ま、悪口のプロだからね。最近やらないんだよ。
近悪口なくなったね。うん、最近ないんだよ。なんでかっていうと、なんでだろうね、なんでやらないんだろうね。突っかかってくる人がいなくなったからかな。あと、あの家にいて、あのユイトの隣とかママの隣でやりにくいね。秋子ママの時落とされてた、落とされてた、なんだっけ、なんだっけ、あれなんて言ったんだっけ、俺秋子ママの時なんだっけ、釜うどんかお釜うどん、お釜うどんでディスってて落とされたな。それで落とされた、落とされた釜うどん、なんだあれ、ちくわうどんだよってちくわってちくわ、ちくわ、なんだよ、具がちくわしかねえのかよみたいなこと言ってたら、あの、落とされた、バーンってなあ、中抜きちくな、釜ちくわうどんでな中抜きちくわうどん終わっちゃった。え、なんで終わった、わかんないです。延長か、延長かな。4枚もうなくなった、なくなるか、2時間。あ、そうなんだ、生産量は和歌山だ。すごいな、景色いいな、これ。なんだろう、京都、新大阪からオーシャンアローで、なんちゃらってことだな。オーシャンビュー、オーシャンビュー、オーシャンビュー、オーシャンビュー。四国便利ですけど、四国も行ったことないからな、行ったよ。四国、四国面白いよ。面白いね。アキコママがディスってきたんだよな。なんか、うん、俺にアキコママの店に花出せとかわけわかんないこと言ってきたんだよ。うん、なんで俺店にも行ってねえ花出すんだよ。何言ってんのかなこいつ。舐めてんだよ。自分で言ったんですか。それ。え？アキコママが自分で言ったんですか。そう。舐めてんだ。嫌いなんだよね、図に乗ったオカマは特にな。養分がオカマと関わりに珍しい。俺結構合うオカマと合わないオカマって言うのよ。どういう基準？ツイキャスの毒キノコは合わないね。毒キノコっていう人もいいんだ。そう、毒キノコ不死身って言うんだけど。あ、不死身じゃない。富士見ちゃんはなんでて、昔あのモグゴリで顔に唾かけられたから一回揉めたんだよ。で、忘年会の時にバッティングしてね、モンジョリがもう仲良くしてようみたいな感じで一回お互い水に流したの、あいつまた行ってきたから揉めてるね、割れてるね。ヒドンナさんだな。ヒドンナは今もダメもないね、可もなく不可もなくね。会社からヨギママも普通だよ。どこ？ギャルヤンキーが来るんだ。ほんま？ちゃんと二血して。
こういう田舎って可愛い子いるよね。なんて見せた、見せた。どれだろう。ナビだと。ここですけど、やってないですね。え？そこじゃないですか。そこだよ。食堂。あ、こっち？うん。これか。やってる？やってるね。やってるわ。お、本当に？あ、本当だ。駐車場って書いてる。ここで一旦ね、ランチです。まあ、大丈夫か？食えんの？食えんの？いや、無理して食わんでいいで。うん、何の、ちなみに何のお店ですか？なんか、いろいろご飯あるよ。あ？じゃあ俺ら食ってくるぞ。カクカク。なんかこいつ待ってるらしいからよ。待ってるの？うん。電話か？いや。絶対電話で。それでテンション下がったんじゃないの、あれ。なんか多分 LINE 入ってて ね。多分そうだよ、うん、絶対わかりやすいよな、うん、ちょっと根性なしだからな、不可思議も。わかりやすいわ。ミニラにもずっと怯えてたよ、うん、もう本当にヤバいっすやばいっすっていや、ミリナはもう和解できたと思うよ。マクドあるんで。え、うまそうじゃん。ご飯食べれますか？あ？ご飯。ご飯、いけるよ。あ、本当ですか？さけちゃん。さけちゃん。お客さんです。どうも。これでもいいかな？二人行けますか？はい、いらっしゃいませ。はい、お願いします。はい、食べようかね。なんこれ。お寿司とかある。お、エビフライもあるわ。みんな、何にするの？何がある？何が美味しいですかね、一番。一番、タチオ丼。タチオ丼ですか。俺はタチオ丼じゃないのかよ。あ、そうなの？うん、俺はね、焼肉定食にしようかな。これは焼肉定食。あ、すいません、ありがとうございます。ちょっと見よう。しらすも有名なんですか、こっちのって。そうですね、しらすも、あの、たちうお丼も、どちらかと言ったら太刀魚の方が、有田市の場合は有名です。はい、じゃあ太刀魚丼行くか。太刀魚丼行くか。俺は焼肉定食。はい。太刀魚丼と焼肉定食でよろしいですか。いいです。はい。はい。刺身も頼んどくか。いらんか。中丼。これ
横見したね、今あれ。ヨーゴは結構タチウオ食ってるもんな。いや、兄さん最近結構釣ってんだよ、うん、タチウオってどうなの、どんな味すんの。うなぎみたいな味だよ。ねえ、うなぎみたいじゃないけども、はい、銀色の魚。ああ、光ってますよね、うん、なんか白身魚みたいな。なんかね、タチウオ食ったことあるけど、似たやつしか食ってなかった、うん、似てるやつ生で出てくるの、どんだから生じゃねえんじゃねえ、似てんじゃねえ、あの、なんだ、焼いてんだ。そうなんだ、多分これも良かったの、ビーランチエビぐらいの、ね、100周年だよ。歴史あるお店だね。そんな、うん、バッテラってな、あ、バッテラ、なんやろうな、こういうのじゃね、え、ちょ、つむえ寿司、知らん、押し寿司、自分は大阪で、栃木です。え、栃木から来ました。はい、あれかか、でかくね、あれかだったら。でかいな、かか、息のいいかだね、かなのそれ、うん、栃木か、サバの押し寿司、サバ寿司が待ってら、かかい、それマジで超でかくね。え、でかいに決まってんだろう、和歌山の蚊っつったら。蚊じゃねえだろ、でか、蚊だよ、かかい、これ蚊だよ、かかい、これ蚊だよ、でかいな、これ。何を簡単な虫が捕まえたのか、蚊ですか、これ。蚊だよ。え、だと言ったら蚊は違う、蚊だわ。嘘だろ。めっちゃできるぞ、マジで。え、クソでき、え、アメリカはね、はい、5月の末から出たい。あ、夏は夜やな。めっちゃできるぞ、蚊が。いや、マジで。これ蚊だかんで見えてんの。でかくね、蚊だよ、これ。先っちょにくちばしあるもん、口巣とかあるの。でかいんだよ、蚊は。若い、こんなでかいの、蚊が。え、こんなでかいの蚊。蚊だって。こんなでかいの。興奮しすぎだろ。あ、人間刺さないのこれ。刺すよ。やっぱ山近いから。刺しますよね。でかいんだよ。こんなのに刺されてすげえ腫れるぞ、蜂ぐらい。いや、本当に蜂ぐらい。バカンボじゃないよ、蚊だよ。蜂ぐらい腫れるぞ、これ。でかいんだよ、マジで。うわ、エビフライも良かったな。
カシも後で今度腹減ったって始まるんだろうな、うん、あいつ、いや、あんなでけえ顔見たことねえからマジで、関東の3倍山ばっかりやって、ヤブカンもあるのキャン、いや、ヤブカンもいますけど、あんなでかくないです。大丈夫、3分の1ぐらいです、あれの、うん、3倍ぐらいでかいよ。あ、今頃出るからでかくなってんの、もう、知らずもよかったな。宇都宮これもしましょう。そうです、宇都宮なんですね、餃子。うちの子供、去年宇都宮におったわ。あ、そうなんですか。今年は前橋だ。あ、結構いろいろ出張かなんかで。もう1年、もうその前は茨城におったわ。あ、転勤してですね、転勤とか。昔の業。で、今和歌山に落ち着いたんですか。いやいや、今群馬におる。群馬にいるんですか。あ、群馬？息子さんがね。あ、息子さんが、うん、お父さんが言って行き来してんのかな。俺行き来たそんなから死んだけど。昔食わないんだって飯。どうせなんか電話してね。電話して。お疲れ様です。いや、聞いてくださいよ。ちょっと言いにくい問題なんですけど、あの件はとかって言ってんだって。注文したよ、もう。昔は多分何年も昔からあんな感じでのらりくらりしてたんだろうな、うん、ね、でうまく多分逃げてきたんだよ、うん、今まで。きっとね、多分のらりくらりうまいことね、そんな感じするわ、うん、逃げ続ける人生だよ。配信には美味しいけどな、うん、黙っててもネタがバンバン出てくるんだから。毎日4桁閲覧取れるで、あんな2000人とか毎日来るで。お前今日はミニーナに追い詰められてんのかよと。お前またかよってなるで。いや、それはね、連絡したらしいよ、ちゃんと。電話だろう、電話しゃないと思うよ。だってでマクさんには知らないって言ってた。 DM してたもん、うん、ひっくり返して砂混じりのホルモン食ってた、うん、地味な青春時代だったよね。グランピングすごい楽しいずっと言ってた。いや、面白いで、面白かったよ、うん、昔がなんか昨日言ってたよ、ふと大人になって今日が一番楽しかったかもって。嘘でしょ。言ってたよね、昔もね。突然、中ちゃんがトイレかなんか行ってる時じゃなかった、うん、なんか言ってた。大人になって本当に今日が人生で一番楽しかったって言ってたよね。突然語り始めたよね、今の夜。今人生変えるために頑張ってんだよ、昔は。いいね、ありがとう。車戻ったらいない可能性ある。これでも俺の話だ。昔も面白いけどな。嬉しいですね、でもそうやって言うんじゃね、うん、楽しい。かわいいとこあるけどな、うん、昔も。
一旦入ります。大丈夫です。出費は回収しました。イベントで皆さんの応援でありがとうございます。出費以上になった今回はいい旅でした。回収とかやってて、ねまた戻ったら電話してんじゃねえのかあれ。聞いてくださいよって。マジかしな。飛ばした。あいつ調子に乗ってるかもしれないけど幸せで仕方がないよ、許してなって。これ深し自分で書いてんじゃん。自分で書いたのか。本当か。そんな幸せかどうかなんて自分で書いてそうじゃない。電動キックボードないだろ、ここは。自分で書いてそうだよね。深しもと仲良くしてやってくれよとか書いてそうだよな。深しもはいいやつだろうとか書いてそう。車で一生懸命今多分、まあ、電話してるんだろうな。飯食わねえわけねえもんな、うん。ふかしだぞ、ふかし。ふかしだね。戻ったら取り立てられてないです大丈夫です。電話を車もらったら帰ったぜ。ツルハシみたいなことになると思う。ちょっと変だな。グランピング楽しかったね、うん、また行きたいですね。みんなで行きたい ね、 ね。大人数でも面白そうだよ。テレビついてんのかい。テレビつけて寝ちゃったの、うん、いいな。配信者はエンタメトラブル必要だな。深志は作詞、うん、作詞じゃないと思うよ、うん、たまたんに作寝てないと思うよ。あんま言ったけども、作のまま持ってきたけども、遺産型になってるから遺憾で、うん、置いてくれちゃうんだ。飯食ってねえからじゃん、うん、飯食わないでみかんばっか食ったからじゃん、うん、味噌汁とか飲めばよかったのに、うん、味噌汁とかきっと今も詰められてるわ、うん、ガンガンだって詰められてるから飯食ってくださいよ、お願いします。大阪雷鳴ってる。マジでこっち天気だよ今日、うん、あんなに下手打つやつは珍しいわ、うん、すごいよな。珍しいよ。ヤクザの世界でも死ねるで指全部なくなってるこんなになってるかもしれない、うん、箸だけ食えるなってるって。箸も食えねえ。それ本かます。中ちゃん元気。ランキングサイトから中ちゃん消しちゃったよ。何なのランキングサイトって。ランキングサイト、うん、フォロー外しちゃったってこと。何ぐらいの大きさのカマス。何それどうぐらいなの。もうテイクアウト。いやなんか気持ち悪いからいないですっつってさ、うん、不可思議分呼びに行かないとか休ませてくださいっつってたよ電話してんだろうな電話してみる、LINE で、うん、通話中になんだよ。通話中になるか、うん、通話中になったら黒だな。どっちで電話してくるか。あいつそうか、2個あんのか。
もう一個あるよ、もう一個あるよ、もう一個か、うん、焼肉定食です。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。あ、あるな、こっちもめっちゃ結構ボリューミーだわ。どうなんだっけ、焼肉定食プルコギみたい。出ねえわ、出てんだな、出ねえな、焼肉定食。で、直電だとなるのか、直電なら直電した。焼肉定食すっとこどっこいくいぼちぼち羽毛電が大きなってきてるってな、今までのちょっとチョコ倍ぐらいの大きさになってきちゃうよって。うん、あれも羽毛電ってね、中ちゃんは立ち上がる。焼肉が良かったけど。焼肉が良かったな。うん、あれなんで立ち上がるにしたの。ウボレ中にやった。いや、流れ的にそうなるでしょ。考えて。ちょっと昔いなくなってたら大事件だよ。俺らどうやって帰るの。こんなとこ。なんとかライナーあるって書いてあったよ。あ、そう、うん。乗るしかないな。みかん持って逃げるかもしれないな。そうだろう、梅もあんだけど、減ってるかもしれない。本番は痛い分か、食べちゃってる酒に。ようがいや、待ってるよ、まだ時間かかるかもしれないな。元気やのあんた。いや、来るよ。まあな、かかりそうだな。あ、そう、下から掘ったベースだ。トモイトの心の配当下に次は大丈夫でしょ。歌唱で詐欺17番を書いたね。人気の馬から一番外楽って引いちゃったら、あ、これもないわってさっきと書いたら、一着行きやんねんな。ロウソクありがとう。3連単1着から5着まで3頭入っちゃうけども、その1番が1着来ちゃうのでな、17番が。そう、ガッシュ心配で。よっしゃ、また、いっぺんまたいっぺん出ていいか。あ、もう俺今日ありがとう。この次に、5万、上へ校長に。うん、もうカニ食い出てくれ、カニ食い。カニ食い、カニ食い。おお、な、人の半分もいろ、これも味噌あったら見えない。違うでしょ、もう米食わねえとあれなんじゃない、胃が。食べちゃいなよ。食べちゃおうかな。俺こないだ頼んだよ、カニの身やちゅうて。え、携帯光ってた。一問の俺。いや、来てないよ、通知だわ。いや、まだ人とか。ふわちの通知です。また届かない。食べちゃおうかな。食べちゃおうかな。10日ほど待ちます、はい。猫です。いるげっす。どういうこの間入れてきたのおたんか言うたんだと。懐かしいな。お母さんの焼き肉。抜いてないか。焼肉は。プルコギみたいな。1100円かな。ゆうさんの忙しいやってるもん。タチウオ丼が770円。美味しい。
さっきのメモしよう。うん、米だよ、やっぱね。米だわ。珍しい味噌汁やね。大根入ってる。疲れて、いや疲れてないまだ。うん、味噌汁うまい。ワンオペ中だ。ワンオペなんで。来るな、多分そうそう。あの薬も大根と人参、あとネギ。救急車音違くね。お待ちどうさま。はい、すいません。どうぞ。ありがとうございます。うん。あ、これにも梅乗ってるわ。そうだろ。カシー、カシか。あ、マフマフマフ。カシなんかやったか。いただきます。ごちそうさまでした。え？うまい。こんな感じなんだ。白身魚だね、あの子。止まったな。うん。タレもうまいな。あ、梅干しもうまいな。天ぷらつゆ、素揚げかな。素揚げ。これで言って、ふかしが救急車乗ってたら笑うよ。すみませんって。我慢できなくて。うん、ありがとう。味噌汁ちょうどいいわ。ちょっとね、俺にとっては量が少ない。ちょっとね、もらったしそうめ、うまっ、うまっ、うまっ、うん、おばあちゃん家のご飯じゃん、うん、懐かしい感じするわ。
あるよ。プライスでしょ。200円とかだったら。あと、あと250円だろう。うん、美味しい。なんか、みんな。すいません、はい、あ、あのライスだけもらっていいですか。ライスご飯をおかわりしないってこと。はい、ライスだけもらえれば。今もらうわ。ナポリタンだ。はい、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。うん、美味しい。こっちだよね。そこでピコッ。そうそう。ここ通っていてそこで止まってピコッ。これで。大阪今大雨中なんだ。雨降りか。野菜食べたよ、キャベツ。肉食べたよ。梅干しご飯食いたい。さすがやね。うん。ふかしやられたか。うん、かけやつましょう。うん、お前だよ。おったら先出てるな。お花だから。おい、気にすんな。お会計だけ払っちゃう。なんか全部じゃんけんも負けてるからね。全部全部勝ってる。
全部。カラオケから何から。みたいです。曜日と一人勝ち。トマトは食うか。そうなの、捕まったの。花屋逮捕。なんか池ちゃんやってたよね。わざわざ市役所に相沢のことで行くってアホらしいけどね。そうなの、それで行ったの。うん、だと思うよ。いや、グーじゃないんだよ。最近パーで負けんだよ。超いいね、ありがたい。いや、最近出さないよ。パーで負けんだよ。ふかし、何やってんだろうな。うまかったな。ごちそうさまーす。エビフライ食いたかったな、俺。エビフライってかかったよ。エビフライ食べたかったわ。オムライスもあったんだ。ここだけど口コミ結構高かったよ。マルキ食堂さん。なんか おばあちゃんのご飯って感じだったな、うん、電話してねえの。電話フリーか。ネタフリーだ。口にちょっとなんか突っ込むか。コケコケコケでいいわ。ハハハハハ。まだ食いてえのか。タヌキ寝入りしてんだろうね。タヌキ寝入り。電話したっけ。寝てます。寝てたって。本当かよ。だろ。店電話しただろ。電話したよ。だいたかしてふかし。これ葉っぱ投げて怒ったな。え？完全に舌打ちして予防先生に。何考えてんのお前。なあ。うん？んじゃねえだろ。ぶち切れしたじゃねえか今。完全に。舌打ちまでかましやがったよ。先生、先生、わかりゃいいよ。今のはお前がいけないな。はい、自分です。うん、すいませんでした。わかりゃいいよ。気をつけます。運転手大事なの。ちょっと休んでからがいいんじゃないの。はい、大丈夫です。ちょっとゆっくりしろよ。危ないから。多分本人以外ダメなんじゃない。みんなが入ってる保険が他社
運転班みたいな特約ついてりゃ大丈夫ですけど。分かんねえ。ちょっと分かんねえな。ついてねえんだよな。多分この間ビルファイヤー乗ろうと思ったらついてねえって言われたよ。じゃあダメだ。保険切り替えて働きますって言うの。ビルファイヤー乗っても大丈夫ですかって言ったら保険おりませんって言ってたよ。お腹が出ました。じゃあダメだ。はぁ、あ、明日っすね。美味しかったですか。まあなんかおばあちゃんのご飯って感じ。おばあちゃんのご飯、うん、昔ながらの定食屋みたいな。ちょっと寝たらスッキリした。今日は大阪。ラーメン食うかい？え？ラーメン食べれます？名義が違ったら大丈夫。あ、そうなんですか。そういうことですね。どうする？明日から地獄。明日から何の地獄が待っているんだい？明日ですね。あれ？え？おかしいもの車あるんじゃないか、あそこに。同じ車はちょっとやむからやめてくれよ。懐かしいか。今ついてない任意保険ない。あ、マジっすか。ついてないのないってよ。他人名義だったらいけるらしい。運転してやる。本当それ。よくわからないけど今ついてないのないですか。ついてった確認したんですか。くってくって。あれ、中ちゃん電話しました。うん、電話してんのかなと思って探りの電話です。まだ何か言われてんのかと思ったよ。和歌山県昔は夜行性ですね。何ていうのこれ。車両まで払ってっからついていくかな。車両保険入ってるんです。和歌山県丸木食堂ついてるのかな。懐かしい味がした。なんか眉毛ないから余計怖いな。眉毛？マジっすか。ぶつけたやつ、ぶつけたやつ。もうこれ15万円だったらしいんで15万円払います。ぶつけたやつ。足動いて。んでねえよ、そんなの。俺の車には車検証しか。おばあちゃんの味だったね。なんか懐かしい。おばあちゃんが作るなんか何野菜炒めみたいな味だったね。おかしいものはダメだった。いますか。作りしたか。いいです。大丈夫ですよ。大丈夫。枠つけろよ。うん。焼肉定食。おばあちゃんが作る焼肉定食の味がした。すいません。じゃあつけさせていただきます。あ、皆さんよかったらナイスお願いします。こっち切るんで。
カシムに無料のやつ投げてあげて。そっか、どうつけないんだろうね。ね、うん、そうそうそう、ちょっと賢くなったな、なやるじゃん。いつまでもできねえ芋にはなってるわけにはいかないんでね。やる気芋になってきたな、やる気芋に。イベントもね、頑張らないとね。ああ、ぼちぼち。そうだよ、お前今2位なんだろ。いや、え、もう5位です。車椅子ぐらい。嘘、さっきまで2位とかじゃなかった。2位直前だったんですけど、気づいたら5位か。もう5位です。おめえの、はい、おめえのファン増えてきてっからよ。本当増えてるかな。増えてるよ。でも裏切りリスナーもいるから、ね、さっきミニラさんの枠でバチバチにコメントしてやがったしな。超大当たり出てたからな。超大当たり出しよってからね。芋に投げてたら芋に超大当たりになってたよ。もうそれで勘弁してもらおう。超当たり出たじゃないですか。それで勘弁してもらう。超大当たりうちのリズナーから出てるじゃないですか。いや、俺んとこも来てるよっつって。見えのリズナーじゃねえんだよ、おいバル、お前よ。俺直接知ってるから、その人は。なあ、みんながみんなおめえのリスナーじゃねえんだよ。なあ、あ、配信つける前にいちごミルクが NG にぶち込んどきますが、あいつはちょっともう堪忍袋の方が切れました。俺はロウソクありがとう。あいつだけは許せねえわ。敵作んのもうめえな。ええ、ああ、しっかりされせ。前々からこいつはおかしいと思ってはいたが、かなりかなりおかしい。だってこいつもともとミニラさんのこともめちゃくちゃに言ってましたからね。手のひら返しやがってよ。不義理するやつはいらねえんだよ。どっちなんだよ、昨日は不義理してねえとダメだとか言って。あ、言ってたね。不義理しねえやつ俺の射程には向いてねえって言ってたね。言ってたね、確かに。許してやれよ、不義理くれ。許してやれよ。いや、やっぱり不義理はいけねえ。マルキショップで言ってきました。不義理ミルクが、うんね、二度と来んじゃねえぞ、俺の枠。不義理も。そうすか。ぶち込んでやったかんな。言っとくけど、あ、なんだ、うんこしたくなってきた。そう、あ、何あ、何これ、うんこしたくなってきたんだけど。何、あ、やばいわ。いきます。かしこもせやって。かしこもちょっとうんこ漏れちゃって、キュッ、危ないんで。キュッ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 。言っとくけど、俺んところの生垢ブロックは二度と解除されねえかんな。だって聞きたいね。あ、4位だった。じゃあ一回、じゃあこっち行きます。はい、深チームいってあげて。はい、いってあげて。その後のフォロワー任せるわけないですよ。ひき肉です。お疲れ様。ひき肉です。お疲れ様です。